余裕の一番人気です。ただいまより投票受付を開始します。伝統の外回りコースに集った世界の強豪12頭ワールドブリーダーズカップターフの最強馬の称号をかけてワールドブリーダーズカップターフ、まずまずのスタートを切りました。さあ先行争いであります。先手を取ってイブンベイ、内を通ってスルスルとエクラールが上がっていきました。ルソー、その後ろ5馬身くらいあって2番ダノンピース、5番オーソライズド、外から1頭10番モチベーター、1番ジェネラスカスタナムゴが、その後ろ9番プロイバ対ストーミングホームであります。フリフリムーン、その後ろでやりましょうか。7番ディアドクター、そして1番人気のブルーブラッド、なかなかいい感じ。先頭の方はどうなっているか。11番エクラールが先頭です。その外からはイブンベイ、そしてそのうちにルソー、差が開いてダノンピース、そしてその後ろからオーソライズド、外を通りまして10番モチベーター、1番ジェネラス、その外3番カステナンゴ、ストーミングホーム、その後ろ3馬身くらいあって4番フリフリムーン、もう1頭7番ディアドクター、そしてしんがりから6番ブルーブラッドという展開です。前でありますが、前エクラールがレースを引っ張るようになりました。外を通ってイブンベイ、8番ルソー、ほとんど馬体が合っています。ちょっと離れて2番ダノンピースであります。5番オーソライズド、その外にモチベーター。さあファーイースト競馬場は大歓声であります。ブルーブラッドはまだ後方、ようやく追い込み態勢、ここで先頭に立った。ルソー先頭、ケネーンとルソー、頑張る頑張る。ルソー外から懸命に、エクラール外から来た来た。ブルーブラッド一気に襲いかかる。さあ抜けました。ダノンピース、ブルーブラッドが2番手、ブルーブラッドが襲いかかる。先頭岡部とブルーブラッド、ムチが飛んでいる。ダノンピース、ブルーブラッド快勝。この馬の力を本当によく知っている岡部騎手、お見事でした。仕上がりです。いい感じですね。